はいレディ、はい。じゃあこれからこの箱の中に入ってるえ質問でこトークを始めましょういい ?OK? よいしょおお<う>んでしょうバスケ以外で

まああのコール・オブ・デューティーだったりとか、うん、まああとあの 2K バスケットもそうですしの FIFA のサッカーのゲームもそうですしなんでるあとフットボールゲームも好きだ結構本当にいろいろ好きみたいです。マリオカートは マリオカートだったりとか、ねまあ、マリオパーティーとかニンテンドも持ってるんでスイッチも持ってるんでそれでやってます勇気は僕はもう背が小さいことすかね完璧にみんなにいじられてるんですけどナンバーワバスケ以外でバスケ以外だろうなナンバーワンんだろうな

ほのさんは何か ?RubikCube?RubikCube?Yes, yes, yes.Can you do a six?How do you call?RubikCube, right?I know, but maybe. Can do it? I can do it, but maybe last time I do it at college, you know? 大学の時にやったやってたみたいですけど Right now I don't know, I don't know. いや <Yeah. S 1> でも今はわかんない。いや、でも僕も全僕全然できないです。一通りのやりやり方だったら。らで、6面揃えられるから、<Okay. S 2> 多分 He's pretty g o、uh, you know, serving、so、the <laughs> Rubikyu. Okay.、Wow.

How are you gonna play, get? Uh, how you gonna get better as a player? Um, it's it's not where you start to where you finish, mm -hmm. and you can look at a lot of a lot of examples in the NBA. Mm -hmm. You know, javelle i mean, not Javelle, but Joel Embiid didn't start playing basketball till high school. Mm -hmm. You know mm -hmm. where. I've seen many kids who, you know, have trainers since they were three and then four and all the way up to high school. But again, it's it doesn't matter where you start. There are some guys, you know, like LeBron James, Zion Williamson, who you see in high school and you're like, okay, that's going to be a mm -hmm, great player. Mm -hmm, mm -hmm. But when you look at guys like Jimmy Butler, when you look at guys like Kawhi Leonard, these guys weren't highly recruited. These guys didn't go to big time colleges, but mm -hmm. once they got to the NBA, they worked. Right, right, and. 本当に始まりっていうところはそこまであの気にしなくていいかなというふうに思います。まあ、あの始める 年っていうのは、で、あの、例えば、今、えっと、フィラデルフィアにいるジョエルエムビード選手は、えー、まあ、高校で。えっ、ー、と、バスケットを始めました。で、えっ、ー、と、まあ、他の NBA の選手もそうですけど、もちろん、あの、レブロンジェームス選手だったり。えー、ザイオンウィリアムソン選手だったり、というのは、もう、もちろん、高校からすごい選手だというふうに。言われて、もちろん、そういうエリートな選手も、えー、いるとは思うんですけれども。えっ、ー、と、ジミー、バトラー選手だったり、言われる、言われる、そういえば、ジミ <laughs> ー、バトラーなんで。まあ、あの、川井玲奈の選手だったり、っていうところ。 はもう本当に高校の時は、あの、あまり知名度がなく、まあ、無名の感じ、あの形で、まあ、大学に入って、えっ、ー、と、N. B. にも入ってきたんですけれども。今ではとても本当にすごい、あの、選手になっていると思います。まあ、もちろん、得点バスケットにおいて、得点する選手だったり、パスがうまい選手。いろんなことがありますけれども、まあ、あの、その一つ、何かうまいものがあれば、あの、必ず、えっと、活躍できると思いますので。まあ、諦めないことが大事だと思います。なるほどね。いや、あや、グリーブス。いや、あの。 この話題になるとさ、はい、あの話止まらなくなるけど <laughs>、はい、あいつもさ <laughs>、はい、こういうの俺はね俺も女子と一緒であのやっぱ日本の子たちはバスケットだったらずっとバスケットしかやらない子がやっぱ多くてやっぱり <laughs> あのー、<laughs> い,っぱいろんなスポーツをこうたくさんやるべきだと思うんだよね <laughs> <ビ>ーシーズンごとにでもいいし。<laughs> だから、エクスプレンス外れ、アラスボール外れか、おに、の、ノート、おにの、プレイバスケ。で、<Yeah. S 1> やっぱ楽しくやる?。やっぱり、こう。まあ、ミニバスとかも、ずっと、何回も、こう、やっぱミルク回数多いけどさ。こう、まあ、どのチームも勝ちたいことが優先されて。やっぱり、すごくコーチも厳しいし。まあ、子供たちが、こう。もっと、こう、楽しそうにやる。 ようになると、まあ単純にあのー日本の子供たちのバスケットのレベルも上がるんじゃないかなっていうのが、まあ本当これ一番思うな感じるな。<Yeah. S 1> あとは。

ああそうですねまあ僕も、まあ、あの本当にお二方と似てるんですけれどもあのやっぱり、あのー、楽しむことってやっぱ何かを楽しむってことが多分、まあ、一番成長できるあのことにつ,のつながると思いますのでやはり楽しむってことがすごい大事だと思いますしあとはまあそ,んなその何て言うんですかね こう好きなものが見つけて、まあ、その好きなものをやってると絶対楽しいのでそれは必ず成長につながると思うしまあそれをどうやってより、えー、突き詰めていくのかっていうのをただ単にやるのではなくて、まあ、頭を使ってどうやってやれば、えー、ともっとうまくできるか効率的にできるかとか、まあ、もちろん失敗をたくさんしてその失敗の中からどういう風に学んでいくかっていうことがあの成長の何、えー、て言うんですかね上がり幅に変わってくるかなと思いますので、ね、まあ僕はそこの2つ楽しむこととあのどういう風に練習ったの練習や だったりとか、まあ試合だったりっていうのを、あの自分の中で捉えて、こうよりいいものにしていくかが大事かなというふうに思います。まあ、ねまあ、頭使うこと大切ですね。はい、本当に。はい。こうやらされてさ。はい、言われたことだけ、こう、はい、わけもわかんなくやるよりもさ。きちんと考えながらやるってことは大切だよね。<laughs> いいですか。

Uh across uh, yeah, like, uh, uh yeah, across the Costco, a little bit. <laughs> yeah, actually. Family park, do you know? I've been there one time. Oh, one time? Yeah. You kind of like the zoo, right? Yeah, yes, the zoo, yes, yeah, yes, 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 yes. But that is, you know, a little bit of a small, uh, small zoo. Nah, so, my first year at Toyama, we took my daughter there. Mm-hmm. And <laughs> I don't think I've ever told anybody this, but we're leaving the park.

あの前を歩いてた時にまああの蛇があの道道腐っていいすか,、ね、から、いきなり急に出てきて、でえっ、ー、と息子さんの方はそれですごいびっくりして、あの女子たちの方に来たんですけど、<laughs> 娘の方はあまりちょっとそれをよく分かってなかったみたいなので、あの全然蛇に怖がらなかったというエピソードでした。えー、<laughs> あとは、どこだろう。僕はでもやっぱ家族で行くところが多いんで、魚、ま、津、あの水族館も結構行きますし、あ、まあ、 そうですね、結構、まあ、もちろん、ファボーレとかも結構行きますし。うん、そうですね、結構、なんか、家族で行けるとこは富山多いから。なるほど、ね。まあ子供たち、家族連れには、いいかなと。いい場所、いいよね。はい。と思いますね、そうやな、俺はこ、ここワンスポットっていう、じゃないけど、まあ、海はよく行くかな、やっぱり子供と一緒にね。<ー>ね夏でも。

ったいやーって走ってでもやっぱり最後バチャンって倒れてるんだよ帰る前にもバチャンと倒れてびしょびしょになって <laughs> そうです <laughs> そういう意味ではよく見るかないきますかはいおシーズン終了オフの期間にやりたいことは何ですか まあえっと基本的にはまああの家族に会いにあのアメリカに帰ってですねまああの友達だったり親戚だったり会うかなとまあそれ以外はもう本当にワークアウトしてるかなという感じです。

買い物もすんのょっとショッピングちょっとショッピングちょっと前回はあの誕生日の時に行ったので、まあ、結構買い物はしました。あ基本的にはあそう。しかはイスはあリラックスすること、ハワイ行ったらリラックスすること、まあ、あの天候を楽しんだりとか、まあ、あのすごい海だったりあの気候もいいので、まあ、そういうのでリラックスするのが、まあ、あのメインの。 目的ですハワイに行くのは。いいね。行きたことある？ハワイ行ったことあります。一回あのハネムーンで一回行きました。俺も一回だけだ。行きたいね。いいや行きたいっすね。行きたいっすね。ハワイタイいハワイビンダハワイ。ウィンのミーコーチのウンチャソンリヴンター。So I've been twice. The first time was the Maui Invitational. So college. ああ Okay. Maui i n v i t a t i o n o k o k That one didn't really count because you, know, you have itinerary, you have games, and plus Maui more um, couples island. You know, so we were there for college term, and then I went to the main island Honolulu two years ago. Two years ago Honolulu and then I went to Maui's invitation, which is a college tournament. Maui's invitation is a before season or preseason? So It's um, pre-season. College, you have preseason games, so maybe mm -hmm. Division Two, maybe yeah, yeah. junior college, maybe small D one. But then you have preseason tournaments. So now they have tournament in Chicago, where it's like Kentucky, Michigan State, Carolina, and I forget the other team, maybe Duke or something like that. But now to preseason tournament. What do you call it? Some team. Can not make a tournament. The go to Hawaii. So ha how do you call it the tournament? name? Ah, huh? NIT. LIT? NIT, LIT NIT, NIT. Hi, hi. So my my second year, I used to like we made NIT. Oh, eh? Yeah. Hey. And N NIT is pretty new. It's, it's pretty really new? new. I want to say NIT mm -hmm. maybe seven eight years old. Uh -huh. But yeah, you have NCAA tournament. Yep. So you have yep. March Madness, yep. where Sunday all the coaches and teams, you mm -hmm. sit there, you got a big screen, Fine. maybe you have fans, Fine. maybe you have boosters, and then you find out, Oh, we play oh, yeah. here against yeah. this team mm -hmm. or oh we go here. So it's fun. It's a lot of fun. Um, yep. I did it yep. twice. Um yep. Yep. you know, it's it's fun to see where you go and then, you know, being sports fanatics, you always predict brag if it's like, Oh, we're right here, you know, if we beat this team, beat this team. So まあすみません、うん、今ちょっとカレッジバスケットの話になりまして、まあ、あ NCWA っていう、まあ、あの大学で一番大きいバスケットのトーナメントがあるんですけど、まあ、女子もそれあの何度か出場したことがあって、まあ、それって本当にあのいろんなファンの方だったりあの本当にすごい注目を集めるトーナメントになるので、えっと、まあちょっとその話をしてたところと、まあ、もう一つ NIT っていう最初に出てきたと思うんですけど、まあ、それは、まあ、NCWA トーナメントにメイクできなかったチームが出られる。 えーとトーナメントが、まあ、NIT トーナメントになります勇気はシーズン終了どこなんかやりたいことなんかあのいやー僕そうっすねしょう、まあ、旅行は行きたいですけどまあちょっとまあこの状況なんで、まあ、僕はまた、えっと、うなずき温泉には行きたいなといい、ね、思ってます、えー、うなずき温泉一回あの行ったことあるんですけれども、うん、すごく あのなんていうんすかね雰囲気も良かったしゆっくりもできるし僕泊まったところでちょっとそうなんていうか家族でみんなで入れるみたいなお風呂とかもあったんでいやすごい良かったなと思いますほのさんは何か俺はねああそこ行きたい雪の壁あ立山立山あれ行こうって言ってんねあああれってまだ全然行け行けるんですかそうなんだもういけるんすねそういけるんかなと思ってデジューマーバーラムナズキ

Hi. How you refresh? How do you refresh? You like body and mental. Probably, you know, how you spend the time? There um, I think I think during the season, it's my family helps me a lot. <laughs> um, because no matter how tired I am, no matter how sore I am, you know, when I come home, and you guys can speak from this because you guys have kids too. <laughs> when you open the door, and you know, my daughter's so happy to see me, and she wants to play. with me. Mean, まあ基本的には,やはりあの家族がすごくあのリフレッシュの力になっているかなと思います。まあ、私がどんなに疲れていようが、体があの傷んでようが、帰ったら必ず家族がそこにいてくれますので、それでやっぱり子供たちと遊んだり、いつもの顔を見てみることで、本当にリフレッシュになるかなというふうに思います。まあこれきっと僕たちも同じなのではないかなと思、ね、い same.

Move and my もちろん女子もですねあの帰ってきてゆっくり座ってゆっくりしたい時もあるんですけどやっぱりその時にあの娘が僕の体の上をあの飛び回ったりするので <laughs> その時やっぱりちょっと疲れるかなというふうに思います。Yeah.

あお、お別に全然平気ですよ。小話していきますよ、行きますよ。行き,きますよ。あ、あと三つですよ、三つ。釣も開始。あ、これは俺わかんないな。こ、こっちはもうじゃあ二人だな。